き銀行破りは夢だけど生活苦しく妻子のためにもう一度こもりしながら金庫を爆破したやんなきする子答えと夢中警官が近づいておいちょっと待て赤子を抱えようとしてたなわけないか今回のお話はデイモンラニアンどっちの子守歌